仙台市立西木が丘小学校は宮城県仙台市青葉区西木が丘7丁目にある公立小学校である。仙台市の政令指定都市以降とバブル景気期が重なった1989年に分譲を開始した西木が丘ニュータウンにおいて将来の児童数増加を見込んで市は西木が丘9丁目に仙台市立西木が丘小学校用地を取得した。しかし、 バブル崩壊などの影響により、西木が丘の人口は、計画通り増加しなかったため、西木が丘省の解説は見送られ、同用地は2002年11月15日、仙台支店問題の移転用地へと用途を変更した。西木が丘地区や愛子地区が学区内となっていた、宮城町立広瀬小学校は、1987年11月1日に、宮城町が、 仙台市に編入合併されたことを機に仙台市立となり1988年度より佐渡六地区を仙台市立折立小学校に編入したものの1989年に児童数が1000人を超えたそのため1992年に仙台市立栗尾小学校を分離開校したしかし児童数は再び増加し2004年度には 1> 第1プレハブ校舎を増築し、2007年度にも第2プレハブ校舎の増築を余儀なくされた。このような状況を改善するため2004年8月時点の仙台市教育委員会では、西木川岡地区及び愛子地区の児童を受け入れる愛子賞を広瀬省から分離、新設する方針となった。これは当時愛子地区で宅地分譲が活発化しており、 将来的にも西木が丘地区より愛子地区の児童数の方が多いと見られていたからである。2007年3月に私学校条例が改正され愛子小開校が正式決定。2009年4月に広瀬省から仙台市立愛子小学校が分離、開校した。これで西木が丘地区に住む児童は広瀬省までのバス通学から愛子省までの徒歩通学に変化したため、 愛子省までの通学路の途中を横切る国道48号、愛子バイパスに、同年8月4日、ロードヒーティング設備のある愛子歩道橋が開通した。しかし、愛子省の学級数の増加や西木が丘地区の児童数の増加が顕著になってきたため市は、愛子省開校翌年の2010年5月、愛子省から西木が丘省を分離、新設する方針を決め、 愛子小開校3年目の2011年度から、西木ヶ丘小が開校するまでの4年間、愛子小にプレハブ校舎を設置して対応しなくてはならなくなった。新設される西木ヶ丘小のコーチは、西木ヶ丘7丁目の民有地を新たに取得して当てることとした。2015年4月、西木ヶ丘小は、仙台市内127校目の私立小学校として開校。 全校児童数は961人。西木が丘賞の開校により、愛子小の児童数は前年度の1383人から474人へと大幅減少となった。西木が丘、ありがとうございます。